ライブツアー13回目でございます。こちらはですね、7月に行われる私のライブツアーに向けて、みんなにやってほしいこと、そして振り付けの解説、そして楽曲の紹介などをしていく企画でございます。13回目の今回はね、この曲を紹介します。ドロン、夏の終わりのクレッシェンドでございます。こちらの曲、私のファーストアルバムプリントフォードドリームズの中の1曲でございます。そして私のサードシングルのカップリング曲、真夏のオーケストラのアンサーソングになっているんですよ。アルバムが9月の21日に発売になったんですけれども、まあ、ちょうど、まあ、夏も終わりでもまだ暑いけど、まあ、夜になると涼しいというか、まあ、秋に近づいているので、その夏終わらないでくれよ、だけどまた夏はやってくるし、終わらない、私たちはまだまだ進んでいくんだっていう前向きな曲になっています。そしてこの曲はペンライターでございません。タオルを振って盛り上がる曲になっております。そしてね、なんて言ってもコール&レスポンスが私の曲史上一番多いんです。なのでみんなすごく大変だと思うので、ちょっと待ってね、ちょっと歌詞出します。はい、一番コール&レスポンスが多い曲になっております。そう、大変なんです、難しいよね。だけどね、この曲はギタリストさんがギターを弾くように、私が歌うように、皆様が一緒に歌ってようやく完成する一曲になってるんです。なので難しいけど、まあ、無理してとは言いませんが、一人でも多くの方が、歌詞を覚えて歌ってくれたら、会場がすっごい一体感に包まれると思うので、ぜひ覚えてきてくださいね、お願いします。そしてミッチーファーストライブツアー I'm for you スーパーナチュラルのチケット一般発売中でございます。7月8日土曜日東京原宿アストロホール、7月の29日土曜日大阪梅田シャングリラで行います。皆様のお越しを心よりお待ちしております。あさっても見てね。以上、ミッチーでした。